俺たち鈴木が一番。鈴木みのるの手にベルトが渡ってからというもの、ネバー無差別級王座のタイトルマッチは乱入ありデスマッチありの無法地帯と化していた。本来のネバー戻します。鈴木軍に好き放題やられてきた後藤博之が覚悟を決めた。愚かにかけてやる。マジかよ。1月4日東京ドーム1対1で敗者神切りデスマッチを。全てをかけて俺が勝る。敗れた男は全てを失う完全決着戦。みんなでプロレス 1.4。